こんにちは、サネヨシアキホです。今日はですね、最近お出かけの時になんですけどやってるメイクの仕方を撮ってみたので、よかったら見てみてください。本当に最新の最近メイクっていう感じの動画になってます。はい、ということでスタート。カラコンはもうちょっと入れちゃったんだけど、これはちょっとエバーカラーワンデーのナチュラルのナチュラルモカってやつです。こっちです。 14.5 かな、ちょっと大きめです。まずこのエチュードハウスのフィックス&フィックストーンアッププライマーってやつのラベンダーの色を塗っていきます。これは塗るとすごい白く見える。なんか日焼けしたんですよね、本当に。ちょっと前に静岡行ってきたんですけど、初めて、人生初静岡行ったんですけど、海に行ったのよ、夏だから。海行こうみたいな感じで海行ったんですけど、泳いでないんだけどね、海見に行こうみたいな感じで行ったんですけど、その時にあの日焼け止めバチバチに塗って行ったけど、普通に焼けちゃって、なのでちょっと黒いんですよね今で。こんな感じでベースちょっと塗ったら、ちょっとこういう筆みたいなんでこうやって広げます。馴染む気がしてる感じで塗っていきます。そしたらこのティルってやつ、マスクフィットクッションやつです。これを塗ります。これもこんな感じでパタ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 ってしていきます。こんな感じでやります。この RMK のコンシーラーをこんなにキリキリキリってやつ、目の下のここに塗ります。クマすごいからちっちゃいけども隠さない、どうやっても隠れないんだよね。どうしたらいいのかなって感じなんだけど、もうなんかどうやっても気になっちゃうから、本当にその脱毛に行くんですけど、湘南美容外科に行くんですけど、その湘南に行った時になんかクマ取りみたいなのあって、してやりたいなみたいな気持ちですね。クマ取り、このなんかずっと使ってるやつなんだけど、イルミスキンフェイスパウダー UV ってやつ、なんか紫色のパウダーみたいなやつを顔全体にこう塗っていきます。しっかりめというかマットになりすぎない感じで乗せていきます。これはね、あの白くも見えるし、すごいおすすめです。最近はもうこの後にシェーディングをするんですけど、シェーディングはずっと変わらずフーミンのやつ使ってます。普通にこう入れていきます。内側から、外側からみたいな感じでこうやって入れてシュッてなるからやっていきます。で、頬骨高いから私多分すごい出てるんですよ、ここが。だから頬骨のとこにもちょっとだけ入れます。このケイトのデザイニングアイブロウの EX4 っていうやつの色をこう出して、一番減ってるここの色でノーズシャドウ入れていきます。で、この眉毛描く前に私は結構やっちゃう、描いたのがこうボケたりとかしたやだから描く前にやっちゃうんだけど、このここからこうやって入れます。こんな感じで、こんな感じで入れます。はい、で真ん中は開ける。私は鼻がちょっと多分長いんで、ちょっと短く見せたいから、こうまっすぐ入れちゃうと長く見えるから、ちょっとここに、ちょっと次はもう鼻先の方にこうやってこんな感じで入れていきます。次に眉毛を描いていきます。眉毛は相変わらずドンキに売ってるやつ、アイブロウ、イーブロウ
ブローラッシュ EX ウルトラスキニーペンシルブロスのウルトラスキニーペンシルブロー3番っていう、なんかちょっとライトブラウンみたいな色使います。眉毛は基本眉尻だけしっかり目に描いていきます。で、眉頭、あ、違う、眉上はあんまり上げ、なんだ、上に描き足さないように下に描き足していきます。こんな感じで、ちょっとだけこう下に下げる感じで描きます。こんな感じで描き足します。眉毛描くロージーなんちゃらみたいな、なんかこういうブラシのやつ使って、明るい色かな、取って眉毛ちょっと描き足します。パウダーでふわって感じで、パウダーでふわって描きながら、できるだけ平行な太さでちょっと位置もこう下げていく感じで描いていきます。眉マスカラはこれを最近は使っている、デジャブのアイブロウカラーのアッシュブラウンってやつを塗っていきます。これで別に完成でもいいんだけど、もうちょっと綺麗に見せるためにビセのアイブロウコンシーラーみたいな、アイブロウ半円さっていう、こういうちょっと斜めカットになってるコンシーラーを眉毛の眉尻かなにちょっと塗っていきます。こうやって塗るだけでめっちゃここの形綺麗に見えるんですよ。もちろんちょっとこうやってなじませていくんだけど、こっちはやった方シュッてなってるじゃん、こっちはやってないからちょっとぼやってなってるんだよね。だからこれすごいね、やったらめっちゃ眉毛綺麗に見えるから、ぜひやってみてください。これ1000何円ぐらいで買えるよ、めっちゃおすすめ。アイメイクは最近はこちらを使っております。キャンメイクのシルキースフレアイズの1番、たまにそういうなんかナチュラルな感じ、なんかこういう茶色のコンタクトとかをつけた時に結構ナチュラルなメイクとかすることが最近ね、服、多いんだけど、服もねちょっと大人っぽいみたいな、なんかちょっとシンプルめな服とか着るようになったので、なんかそういう雰囲気、なんかさ、ジゼルって雑誌知ってるかな、ジゼルっていうその雑誌に載ってるその外国人の方モデルさんのメイクとかって割とそのナチュラル系な感じに近いの、あんまりこう色味すごいいっぱい使ってとかじゃなくて、本当になんか茶色ブラウン系とかですごい綺麗に見せてるっていうか、ツヤがある感じとかそういう風に見せてること多くて憧れてこういうの使ってるんだけど、これすごいいいのでおすすめ。まずここのこの色とこの色をちょっと混ぜてまぶた塗ります。アイシャドウの多分塗り方は人それぞれだと思うんだけど、私は結構目尻側にポイントを置きたいかったりとかするから、目尻の方にこうちょっと目尻からこう広げる感じで塗っていきます。こんな感じで、この明るい色を私は下の方に塗るようにしてます。明るい色だけ取って下に塗ります。涙袋のところにバッて塗っちゃいます。で、その後に、この色を、目尻側、この黒目の、ここにかかるかかかんないぐらいかだけ、目尻側にちょっと乗せていきます。ちょっとね、目尻側を重たくして、下に下げる感じ。というか、なんか、優しく見えるようにする感じにします。ちょっとだけ暗めの色を使ってアイラインっぽく目尻とかにちょっとピッて長めに引いて、目尻のここにちょっと引くようにしてます。こんな感じで目尻側だけちょっとこうピッて、こう伸ばして、でこのここにちょっとこう入れる感じ、ここにも
軽くスッてだけ入れます。そうするとちょっと下まぶたのまつげが強調されるかな。そんな感じで塗ってます。涙袋を作りたいので、このキャンメイクのなんかこう影が描くやつ、 3D3way slim シェードライナーって書いてるやつの一番の色を使って、なんかツイッターで見たんだけど、ハの字、逆ハの字に入れると涙袋めちゃめちゃなんかぷっくり見えるって書いてて、それずっとやってます。なんか乃木坂のメイクとかはこういうのやってることが多いらしいんだけど、ここにまずピッて書くじゃん。で、このここのこうやってやった時に出てくるこの涙袋のここからまたこうやって入れるんだって、逆ハの字みたいな。で、こうなじませるの。確かにって感じだな。こっちより全然ぷっくりしてるよね。なんかここひどすぎてあれだけど、なんかすごいよねって感じになるんで、最近やってます。ここにちょっとこう入れます。なんか明るくする感じ、涙袋。結構いろんな人やってんの見て可愛いなと思って真似してるんだけど、ここにコンシーラー入れるみたいな。こんな感じでコンシーラー入れてちょっと自然にぷっくり見せて、でなんかラメなんだけど、このクリオプロアイパレット02ブラウンシュのこのラメがやっぱ大好きなんですよ。なのでこのラメをこっちのなんか細い平べったい方に乗せて、目の際みたいなとこに乗せます。わかる？こっちよりこっちの方がちょっとキラキラ入ってツワってしてんだけど、こんな感じに仕上げていきます。ラメ乗せました。こんな感じでできました。そしたらだいぶこのここも優しい印象になったと思います。マスカラはもう好きな色にしてもらって大丈夫です。マスカラは私は髪が暗くても明るくてもどっちでも基本的にまつげは明るめに仕上げるのが好きなので、フェリペラのインクマスカラのちょっとこういうなんかミルクブラウンみたいなこんな感じの色を使うようにしてます。はい、こんな感じでまつげ出来上がりました。このなんだクリオのプリズムエアハイライターの一番シアーゴールドかな、ゴールドシアーだね。これを使っていきます。これを筆に取って鼻筋にのせます。鼻筋はこの一番落ちてるとこ、ここと鼻先、乗せます。で、唇の上かな、ここに乗せてさ、唇ぷっくりさせるとここ短く見えるじゃん。だからここと、あ、ちょっと乗せて、で、私はここにも乗せる、眉下にちょっと入れて明るく見せます。目下にちょっとだけ入れて明るく見せます。はい、こんな感じ。はい、のせました。これでほぼ完成なんですけど、リップはキャンメイクのキャンメイクのプランプリップケアスクラブの一番無色のやつを塗っていきます。唇がガサガサなのですごい塗っていきます。次にこのロム&の18番ロム&JL ティントって書いてる、ちょっとあんま覚えてないんだけど、これの18番の
なんとかピーチっていう、いや見えるかな、これ使ってます。こんな感じの色のやつ使ってます。これを普通に下に唇全体に塗っていきます。エチュードハウスのベターリップトーク RD307 番っていう、ずっと使ってる色なんだけど、これをちょっと内側にのせていきます。こんな感じで、のせるとすごいいい感じに仕上がります。なんか私は前までこうブワーって塗ってたんだけど、ここの真ん中だけにのせて、まあまあまあってして、ちょっとずつこう指とかで広げていくとめっちゃいい感じになります。はい、こんな感じでメイク完成いたしました、最近の。はい、ということでちょっと髪の毛とかもやっていきたいと思います。ということで着替えとあと髪の毛もしてきたんですけど、毎日メイクするわけじゃないんだけど、最近のお出かけとかする時のメイクはこんな感じになってます。よかったらね、ぜひ真似してみてください。今回の動画も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もお待ちしております。インスタグラムと TikTok もやってるので、よかったらフォローしてください、お願いします。はい、ということでおしまい、バイバーイ、またね。